て僕の計画によるものだったけど、うん、その後のことは僕にはわからないよ。知り合いだと？じゃあおめえは戸上を殺せなかったってのか？今度こそ振り出しに戻っちゃうじゃん。振り出しだと？ここまで散々話し合ってきたのにか？いい意味、これほど絶望的な言葉もないよね。諦めちゃダメだよ。希望を持って前を向いて頑張らないと。そうやって何度でも立ち上がるからこそ、君たちは希望の象徴なんだからさ。さて、どうしようか。凶器がナイフじゃないと分かった以上、僕が犯人と言える決め手はなくなっちゃったね。 あんたは黙ってなさいよ。決めるのは私たちなんだから。だいたい突き飛ばされたとか言ってるけど、それだって確かじゃないよね。そうだ、他の凶器が使われたからといって狛江田の容疑が晴れるわけではない。でも狛江田さんが犯人と考えられない理由は他にもあるんですけど。まだあるの？今までの話だと宇上さんはテーブルの下で犯人に殺されたことになってましたよね。それがどうかしたのですか？その割には狛江田さん綺麗だなって思って。外見を褒められたのは生まれて初めてだな。母親にいつら褒められたことがなかったからさ。そういう外見的な話じゃないですって。狛江田にはどうして返り血がついてないのか、そういうことを言ってるのか？はい、そうなんです。だってあのテーブルの下ってかなりの量の血がまき散ってましたよね。テーブルクロスの内側だってあちこちに血痕がついてたし。あそこでトモミを刺し殺していたら、それ相応の返り血を浴びてなければおかしい。あれ？僕は返り血なんて浴びてないよ。何か使ってその血を防いだだけだろ。何かってなんだろうね。
地を防ぐのに使われたらしきものなんて、いや、あるんだとか。そうだよね、ゼータ君。にあった血痕のついたテーブルクロス、あれのことを言ってるんだな。血痕がついてんなら決まりだろう。お前だはそのテーブルクロスで返り血を防いだんだ。だがそれは倉庫から見つかったものだ。事件後にその場所に隠したということか。明るくなった後にか。誰かに見られたらどうするつもりだったんじゃ。そうなんだ。あのテーブルクロスはそれなりの大きさがあったから隠して運ぶにしたって。それに停電中にナイフを取るのさえ大変なのに、テーブルの下でテーブルクロスをかぶって人を刺すのは、僕レベルの人間にはもちろん、さすがの君たちにも無理なんじゃないかな。だったらどういうこと。ひょっとして犯人が戸上くんを刺したのはテーブルの下じゃなかったのかも。いや、殺害場所がテーブルの下だというのは間違いなかったはずだ。テーブルクロスの内側に血が飛び散ってたし、そこで戸上さんが殺されたのは間違いないですよね。でも戸上くんが刺された場所と犯人が刺した場所が同じだとは限らないよね。やはり意味不明っす。あれ、日向くん、何か思いつきそうな顔してるね。本当に？あんな謎謎みたいな言葉で？思いつきそうな気がするんだけど、でもまだ漠然としか。テーブルの下だけど、テーブルの下じゃない場所だよ。可能性があるとしたらそれしかないの。そこから先は余計な先入観を捨てて、その答えを選べばいいだけだと思うよ。